ちは、ピアニストの松岡杏奈です。今日はクラシックピアノをずっと弾いてきた人がジャズピアノを弾けるようになるのかということをお話ししていきたいと思います。今日のお話は、クラシックピアノは弾けるけどジャズは弾いたことないよという人や、ずっと昔クラシック習っていたけどジャズピアノを始めてみたいなという方の参考になれば幸いです。結論から言うと、クラシックピアノからジャズピアノを弾けるようになります。ただし適切な努力とある程度の量、時間が必要です。でジャズピアノ弾くにあたって、クラシックとジャズの違いを把握しておくのが良いのかなと思います。そのポイントは主に4つあります。まず1つ目、テンポの感じ方が違います。クラシックのこれがすごい特徴なんですけれど、テンポが一定ではありません。急に遅くなったり、逆に急に速くなったり、だんだん緩めたりとか変化があります。例えばなんですけれど、有名なベートーベンの運命第5番ですね。最初の冒頭の部分はタタタターンだったと思うんですけど、そのタタタターンとこうずっと伸ばして止まるっていう指示がされています。一旦そこでテンポがなくなるわけですね。そのタタタターンが2回続いて、タタタターンの後にテンポがまた戻る、タタ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 タと進んでテンポが変化していきます。対してジャズはずっとテンポが一緒でして、こういうテンポがあったとしたら、このテンポのまま最初から、曲の最初から最後まで進んでいくことになります。ロックとかポップスもそうのケースが多いと思います。2つ目、リズムの感じ方が違います。クラシックの場合は、例えば音符が4つタタタタとあるとしたら、そのまま楽譜通りタタタタと弾きます。ジャズの場合は、特別な表記がない限り、その4つ音が並んでいたら、スイングというんですが、ちょっと跳ねたようなリズムになります。なのでタタ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 というふうに跳ねて演奏されます。例外としてバラードだったり、ストレートそのまま弾いてくださいねという指示があることがあります。その場合は跳ねないで普通に弾くんですが、基本はそう跳ねてスイングして弾くというやり方をします。3つ目、楽譜の表記の仕方が違います。クラシックの場合は全ての音が楽譜に記されていて、いわゆるミスタッチというのは、その楽譜以外の音を弾いてしまった状態を指します。またその楽譜から作曲家の意図だったり、どんな時代背景だったか、そしてどんな、当時どんな楽器を使っていたか、そういうありとあらゆる情報を、汲み取ってそれを表現するということにしています。ベースとしてその作曲家の考え方があります。その上に自分の感情やテイストを乗せて、自分なりの演奏をしたり、そういう作業をしています。対してジャズは楽譜はあるんですが、基本テーマとあとコードネームというだけです。 C とか D とか E とか皆さん見たことがあるかもしれないんですけれど、楽譜はそのメロディーとコードネームだけです。あとはそのルールがあるんですけど、それに従って何を弾いても OK です。基本自由です。でそのルールというのはですね、ある流れ形がありまして、基本の形というのが、まず最初にそのテーマを弾きます。その後にアドリブといって、即興演奏を次々と回していきます。ピアニストだったり、管楽器サクソフォニストだったり、ドラマーベーシストの方だったり、一人一人回していって、その後またテーマに帰って終わるということをやっています。この基本のルールがあるおかげで、初対面の人が集まっても難なくセッションすぐ演奏できるということになっています。はい、はい、ジャズの一番特徴がですね、即興が入っていることでして、そこはやっぱりクラシックと大きな違いです。必ずそのテーマの後に即興が入って、テーマが稀にそのテーマだけで終わることもあります。でその曲によってはアドリブはこっちのコード使ってねってコードだけ書いてある、うん、別バージョンあるんです。アドリブはこのコードで、そういう場合もあります。基本はそのテーマのコードに沿って即興演奏しなさいよって感じで、ね、4つ目、タッチが違います。クラシックピアノ、ピアノに限った話になっちゃうんですけど、これは、クラシックピアノの場合は割と流れるような、まあ、フレーズにもよります。タッチをすごく変えます。例えば、この指の腹を使ってそのまろやかな音を出したい時とか、
ただただってすごい速い時、速い雰囲気を出したい時はこの指先を使ってもうテテテテテみたいにやるとか、そのフレーズとかその雰囲気によってタッチを変えるんですね。しかしジャズは基本タッチは、一定のことが多いのかなと思います。バラードになるとちょっと柔らかい音色を出したりするんですが、普通の基本のミドルテンポという、一般的なテンポだと打楽器的なタッチになります。私の場合ですが、クラシックと比べてピアノ全体の箱をもっと鳴らす感じ、もっと垂直にこう重力を使ってパンパンパンって感じです。そういったタッチの違いがあります。結構変わりますね。ピアノって面白いものでタッチを変えるだけでもすごい音色が変わるんですよ。だからすごい弱い柔らかい音からもう鋭いも強い音が出たりとかします。それは本当指のコントロール次第で変えることができます。そうですね、基本やっぱりドラムとかベースがガンガン鳴っているので、打楽的に鳴らさないと聞こえないんですね、単純に。あとはクラシックはもうフレーズが楽譜振り返って決まってるじゃないですか。だからその音色とかに考える余裕があるというか、事前にどういうタッチを使おうか。でもジャズはその場で即興演奏なんで、やっぱりそこまで気を配ってる時間もないし、それタッチよりはどういう音をチョイスするか、そのコードに対してどういう音を選ぶかっていう方に重点が置いてるんですよね。一番そこやっぱ苦労するところかなって。はい、ということでこの4つのポイントを押さえた上で、これから練習をしていけば必ず弾けるようになります。その具体的な練習方法だったり、そういうアドバイス的な動画はこれから少しずつアップしていきたいと思うので、よろしくお願いします。というわけで最後にチャンネル登録していただくとすぐ私の最新動画が見れるのでよろしくお願いします。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。